がございましたら、あなたと共に異国のお祭りを過ごしてみたいです。その地の風習、礼儀作法、おすすめのお土産など、それらすべてをこの私にご教授いただけませんでしょうか。うちって考えなしやさかい。思うたことをすぐ口に出してしまうんや。逆に思慮深い人は自分のことを語らずに、昔の詩とか道沿いの景色のことしか言わへん。花鳥風月は語れても、目の前の現実については口をつぐむ。あいつもきっと過去に何かあったんやろな。ようわかるで。彼女は会うたびに、タヌキちゃん、お祭りで遊ばへん？だのと言ってくるが、説はタヌキなどではない。お祭りにも興味ない。行くことになったとしても、彼女の花火に合わせて忍術を披露するだけ。これが週末版の仕事とどう関係するというのだ。